はいどうもこんにちは、コルです。今回ですね、ランキングダンジョンの7周年記念杯が、まあ今日を含めると残り3日、まあほぼもう残り2日ということでね、まあ今回はまとめ動画として僕の全編成をまとめてサクッとこの動画を見ればわかるようにしたいと思います。まあ長く話すのもあれなんでね、今回の趣旨だけ話しますね。今回は編成難易度が低いものから、編成難易度簡単のものから、どんどん編成難易度が上がっていくという風になっております。まあね、最初の方を組める方はね、ぜひ次の編成もチラッと見てもらって、で、次の編成が組めなかったら、ぜひその1個前の編成をね、組んでやってもらうという形にしてもらえれば、簡単にスコアが出るんじゃないかなと思います。ただね、もしかしたらもう1個上の方が逆に組めちゃうみたいなこともあり得ると思うんで、ぜひね、一応チラッと全編成確認してもらうのがいいかなと思います。ということで、今回もね、やっていこうと思います。やっていきましょう。で、まずは一つ目、一番編成難易度が低い編成ですね。ゼラさえいればいいっていう編成になります。体力キラー二つに、雲耐性、そしてガードベレキいるんですが、ここら辺の代用とかね、あとボルスの代用とかに関しては、ガイラの動画からね、飛べます。もしね、この編成をやろうと思った時に、これが組めなかったらね、ガイラの動画をね、見てもらえれば、代用ともね、解説しているというふうになっております。まずは一つ目、一番編成難易度が低い編成でやっていこうと思います。もしこれが組める方はね、次の編成まで飛ばしてもらっても大丈夫です。で、また組めなかったらぜひ戻ってきてください。やっていきましょう。はい、ということでやっていこうと思います。やっていきましょう。今回はね、すでに動画に上げているものを、追加解説していこうと思います。少し画質悪いけどね、お許しください。近い層こんな感じで組んでいきます。はい、とにかく全力コンボですね。まあ、右側に目次もある通りですね。まあ、もう一回やれよっていう意見があるかもしれないんですけど、僕これをもう一回やろうと思うと、コインがね、アシストと必要なんですけど、僕今あと900万コインしかなくて、ちょっとどうしようもできないんで、お許しください。ちょっと、コイン足りないんですよね。で、2回層ですね。ここ少し回復しにくいんでね、もうここに関しては頑張りましょう。もう回数積むしかないです、こういう時は。はい、で、追い打ちを組みながらしっかりとコンボしていってください。はい、こんな感じで。あ、ここ7コンボ盤面だけどミスってますね。ここ7コンボないとね、突破できないんで、オーナイス落ちコン、注意してください。はい、こんな感じで追い打ち組みながら突破していきます。この遠征は、あれだね、パズル力ある人ならマジで、もう一発ぐらいで、ほんともう、噛み合えばすぐにスコア出ますね。噛み合えば、これ大事。まあ、ボルスンはね、これちなみにスキルレベルマックスにする必要があるんですが、まあ、マックスよりまあ1個下。スキルレベル10にする必要があるんだけど、10かな確かに。まあ、ここら辺に関してはね、詳しくね、このスキルレベルを上げないバージョンとかもね、概要欄の動画からね、見れるんで、まあ、もしね、気になったら1つ目のね、動画を見てもらえればなと思います。はい、で4回層ボルスン使います。ボルスン使って、はい、こんな感じで組んでいきます。で、今回はね、闇が1コンボなんで、8コンボ、まあ、全6コンボですね。全6コンボしてもらって OK。闇が2コンボ分あるときは必ず1色外して4色消しにしてあげてください。はい、こんな感じで突破できます。はい。まあ、あえて闇を消さないっていうのはもちろんありだね。闇がいっぱいあるときは。闇が2コンボ分あるときはね。はい、で、ラスト、普通に盤面でパズルしてあげてください。はい、こんな感じで OK です。組んでもらえれば OK。で、8コンボ。はい、こんな感じで組んでもらえれば突破できます。まあ少しパズル遅いですけど、こんな感じでコンボしてもらえれば、はい、はい、はい、15万3500円。まあ追っかけない絶対入りますね。という感じの編成となっております。ということで次の編成やっていきましょう。はい、ということで2つ目の編成ですね。人によっては編成難易度が上がったり下がったりすると思うんですけど、カリン、もしくはメイメイ、もしくはハクを使った編成ですね。ボルスーンをね、代用できる感じになってます。で、マキナとかもね、ガードブレイクキャラなので基本的に何でもいけるんで、必須としてはゼラぐらいですね。という編成になってます。まあ、一つ目が組めなくてね、二つ目が組める人とかっていうのはね、まさにもう絶対こっちの動画を見てもらえれば OK なんですが、もしね、一つ目組めて二つ目組めない人とかっていうのはね、全然一つ目の方で問題ありません。ということで、続いて二つ目の編成解説していこうと思います。やっていきましょう。はい、ということで、こちらの編成でやっていこうと思います。やっていきましょう。はい、近い層ですね。普通に組んでいきます。ちょっとスマホから映してるからね、画質少し悪いんですけど、お許しください。はい、まず1階層こんな感じで組んでいきます。で、まあ、待ち合い組みに行ってるけど、まあ、そこまでして待ち合い組みに行く人もないかな、別に。それだったら一部とか残した方がいいかもしれないですね。はい、1階層こんな感じで組んでいきます。まあ、この遠征も少しパズル力いるんでね、そこに関しては頑張ってください。ちょっと言えません。頑張ってください。はい、2階層ですね。はい、追い打ち組みながらコンボしていきます。まあ、ここで回復が動かない場合はね、さすがにリタイアって感じになるんで。うん、まあ、それはしゃあない。はい、まあ、こんな感じで組んでいきます。はい、8コンボ。まあ、十分ですね。こんだけ組んでもらえれば、おー、いい落ち込むんですね。もう、こんだけ落ち込んできたら最高ですね、これは。はい、こんな感じで、追い打ち組みながら突破していきます。まあ、ちなみに今回のこの動画、あくまで初めての試みなんで、もしね、まあ、こんなんでもよかったら、作ってほしいっていうのがあったらね、ぜひコメントで一言ね、役に立ったとかね、コメントくれたらありがたいです。もしね、見てくれてる人がいたら。
はい、3回戦全力コンボしていきます。でね、この、例えばね、カリンをメイメイに変えた編成とか、カリンをハクに変えた編成とかがね、気になる方っていうのはね、概要欄から2つ目の動画ですね。上から2つ目の動画を見てもらえればね、内容とわかると思いますので、よかったらそちらをご覧ください。はい、4回戦ですね。はい、まあ、ここに関してもね、カリン使ってもらってコンボしていきます。で、ここで、ちょっと色の落ち込み来たらダメなんで、もうそこに関しては祈るのみ。はい、こんな感じで9コンボしてください。まずここで落ち込み来たら GG。ナイス。はい、こんな感じで突破していきます。OK。で、ラストボスですね。はい、ボス。はい、ここもしっかりと組んでいきます。少しむずいけど組むの。はい。この L 字の組み方に関してもね、ガイルの動画から見れますので、よかったらご覧ください。まあ、これに関してでもね、パズル難易度上がるんでしなくてもいいかな。はい、9コンボで突破していきます。別にまあ、スコア加点一応取れるけどね、パズル遅かったらなんか結果的に限定になるんで、まあ、そこまで気にする必要ないです。はい、ただこんな感じで落ち込み組みながらパズルしてもらえれば、はい、15万6000点という感じで、王冠圏内 100億%入れるようになっています。次の編成行きましょう。はい、続きまして3つ目ですね。ちなみに今回5つ紹介します。カグラに体力キラー3突、風神に新パチ武器、ライダーですね。そしてウィルドールという感じのね、4体になっております。まあ、これはね、変成内容が少し上がってますね。風神が入ってるんで。ただその代わりね、4階層を絶対に突破できるというメリットがあって、今のね、さっきから紹介してる2つの編成は、どちらもね、4階層デメリットがあってね、落ち込ん次第で抜けないんですけど、4階層、これは絶対に抜けるので、まあ安定感はね、こちらの方が増えるんじゃないかなと思います。ということで続きまして3つ目の編成やっていこうと思います。やっていきましょう。組めなかった方は2つ目の編成に戻ってください。はい、ということでやっていきましょう。ここら辺からはかなり安定してきます。はい。やっていきましょう。1階層。まずは普通にコンボしていきます。はい、こんな感じで OK ですね。組んでいきます。7コンボ、8コンボ、9コンボ、10コンボ、11コンボ、強っ。はい、これで突破していきます。そして2階層ですね。ここで回復先生。回復先生を入れておけば、ここも安定して倒せます。今回回復先生入れてないけどね。入れておいた方が安定して倒せます。はい。ここも追い打ち組みながら突破していきます。はい、こんな感じで組んでいって、OK ですね。7コンボ。さあ、落ち込み来るのか。おー、1コンボ来ましたね。強い。はい、こんな感じで突破していきます。OK ですね。追い打ち組んで突破と。あ、ちなみにね、スマホから撮っているので少し画質悪いんですけどね、ご了承ください。3階層。ここも普通に組んでいきます。はい。さあ、組めるのか。あー、遅い。遅いし、1個ミスってる。今の2秒ぐらい早く組めましたね。だが、落ち込んで助けられていく。落ち込んなかったらひどいっすよ、今のパズル。落ち込んなかったらマジでもう、ほんまボツやからね、これ言っとくけど、てめえ。撮ってる時の俺、本当に。今のはひどい。はい、で、4階層ですね。風神使っていきます。全力コンボしてください。はい、こんな感じで組んでいきます。OK、9コンボ。はい、これでね、突破できます。で、落ち込みが来ても大丈夫。はい、こんな風に落ち込みが来てもね、突破できます。風神だからね。これがいいところですね、この編成の。で、ラストボスですね。はい。ラスト普通に組んでいきます。まあこれね、別にカグラいなくても、火属性のね、まあエンナとか入れてね、ウェルドールにエンハンスとかでも全然 OK です。そんなんでも余裕で倒せます。という感じでね、突破していってください。10コンボ !OK! さあ、これでスコア見ていきましょう。まあカグラいればね、一番安定するかな。編成内容も下がるし。はい。こんな感じで組んでもらえれば、15万6000点という感じでね、スコアが出るようになっています。はい、そして4つ目の編成ですね。もうここら辺から普通に編成内容上がってきます。はい、まず左側、これ天狗にカラット継承ですね。まあ別にウェルドールでももちろん OK です。で、桜ですね。ここでついに桜、そして豪気どちらかが必要になります。豪気編成もね、概要欄のリンクから飛べますのでそちらをご覧ください。まあ桜が豪気で悪魔キラー3突、そしてショーテル武器ですね。回復キラーつけてます。で、雲耐性もね、桜で補っていますが、別に風神とかにね、雲耐性武器つけても OK。で、ウェルドールに前田継承、そして風神っていう感じですね。もうここら辺から普通に編成難易度高いしね、2階層の運ゲーとかも始まってくるんですが、その代わり、パズル力が本当にない方でもね、比較的スコアが出やすくなっております。ということで、4つ目の編成解説していこうと思います。組みなかったらね、3つ目の編成に戻ってください。やっていきましょう。はい、ということで解説していきましょう。まずは1階層から全力コンボしていきます。スマホからなんでね、画質少し悪いです。ご了承ください。
で、ちなみにこれ、ゆうこりさん、事件性のあるパズルをするんですけど、これだいたい4秒ぐらいね、短縮できると思ってください。これ、事件性がありますね、このパズル。素晴らしい。最後まで素晴らしいですね。4秒は短縮できるかな、上手い人なら。ひどいですね。ただ、それでも王冠圏内に入れるということはね、安心して見てもらえればなと思います。そして2階層。まあ、確か、この時10時間ぐらい連続でパズルしてたんだよね。まあ、賞味仕方ないって言い訳だけね、しときます。はい、2階層、桜からのドロリフ使います。はい。桜からドロリフ。さあ、落ち込むってやつですね。はい、こんな感じで落ち込む呼んでもらえれば倒せます。7コンボですね。まあ、来るときは来るんで、来るまで頑張ってもらえればなと思います。意外と来ます。はい。まあ、だいたい、調子良かったら5分に1回ぐらい来るし、調子悪かったら30分に1回とかになるかな。はい。で、3階層ですね。ここも全力コンボしていきます。まあ、一応ここね、桜のショーテル武器なくても倒せるんだけど、マジで闇だから、絶対つけた方がいいよ。こういう風に火が少ない時にね、ドロリフ突破したのにも関わらず、その後倒せないってことが結構あるから、もうそんな闇を味わってほしくない。だからね、回復キラー武器はつけれるならつけておいてください。こんな感じで突破していきます。そして4階層。ここもね、風神使いながら全力コンボしていきます。いいね。この風神が使えることによって、隙があってパズルができるという感じでね、全力パズルしていきます。さあ、ゆうこりさん大丈夫か？おー、ヨルヨン。まともなパズルしてますね。はい、9コンボ。こんな感じで10コンボと組んでいきます。これで OK。はい、で、ラストですね、ボス。はい。よいしょ。で、ここはカラット使ってから全力コンボしていきます。盤面いいですね。まあいいや。今の1秒は多分なんか事故でしょ、多分。見えてなかった。おー、いい落ち込む。でもいい落ち込む。すげえ、いいな。なんでそんな落ち込んくんの？ユコル。すごくね、ユコルの落ち込ん。はい、という感じで突破してください。全然立ち回り解説してないけど。はい、こんな感じで159,652点と、最初のパズルあるから余裕で16万乗るんでね、ぜひ試してみてください。はい、まあラストですね、もうこれ解説する意味があるか知らないですけど、もう17万点狙いの編成ですね。超上位向けの編成になります。はい。水木封じ7コム強化つけて、体力キラー武器。そしてバレリアに、ガードブレイク、超覚醒つけてください。で、バレリアに、追い打ち、そして桜継承ですね。で、ルシファーに雲耐性つけてもらって、桜継承という、もう完全に配下金向けの編成になっております。もうこの編成10あるか知らないですけど、一応最後やっていきましょう。組めなかった方はね、1個前に戻ってください。編成難易度高すぎワルドっていうコメントがなんか、もう届いてきますよね。画面越しに。はい、1階層全力コンボしていきます。さあ、ゆうこり選手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 。おー、まだマシ。まあ、1秒のロスぐらいかな、大体。まだ全然マシですね。あー、落ち込ん来ないか。一層とかで落ち込んバーンと乗ってるとね、スコア出るんだけどね。まあ、しゃあない。2階層。そしてこの編成はね、闇なんでね。桜からのバレリア、もちろんあります。ただ、今回は、5機使ってるっぽいですね。なるほど。5機でも別にいいのか。5機でも桜でもどっちも OK。ルシファーが火力で安いからね。合気の方がいいね、絶対。あ、これで抜けるんだ。あ、これ普通にいいね。自分の演奏覚えてなかったわけじゃないですけどね。合気の場合は、ルシファーで簡単に抜けるのか。まあ、桜の場合、コンボめっちゃいるしね。確かに合気の方がいいよ、絶対。はい、で、こんな感じで突破していきます。そして3階層、桜使って全力コンボしていきます。はい、そこに関してはもうね、頑張ってください。としか言えません。はい、まあ、しっかりとコンボしてもらえれば、おい、いいこれ？おい。ひどすぎるパズルが。いや、だとしてもスコアが出るよというね、ことでございます。これは皆さんに対するね、まあ、僕なりのサプライズというかですね、わざと下手なパズルをしているということをね、そうですね。もちろんそうですよ。はい。で、4階層ですね、風神使って全力コンボしていきます。頼むで言うこれ。さすがに4色番目やで。ほんまに。ほんま頼むで言うこれ。おい、いい滑り出しょ。大丈夫か？いや、OK、OK。この9コンボはまあ、さすがね。まあ一応、ちょっとぐらい本気出しとかないとね。下手だと思われちゃうんで。まあ。はい、今茶番置いといてね。風神使って突破していきます。で、ラスト確定8コンボですね。雲耐性もあるので、絶対に見せることはないと思います。はい。意外と雲耐性ないとね、むずいんでね。はい、8コンボしてください。神々ですけど、これで突破できます。ナイス落ち込ん。最後まで落ち込みに恵まれたね。はい、186秒、185秒。意外と残ってますね。まあ一応こんな感じでやってもらえれば、はい。何点ぐらい出てるんだろう。まあ、前半落ち込んどってないから、あれだけど。まあ、それでも16万乗ってますね。まあ、全然17万ぐらいね、前半したいで乗れるんで、ぜひやってもらえればなと思います。
はい、ということで今回は解説させてもらったわけですが、皆様に言いたいことと聞きたいことがあります。まず言いたいことは、上2つの編成はねパズル力が必要なんで、無理にねやる必要はありません。もうねパズル苦手だなっていう方は全然スルーでいいと思います。今回のランキングダンジョンは落ち込ん牌でもあるしね、さらにパズル牌でもあるんで、全然スルーはありかなと思います。で下3つに関してはね落ち込んさえ来れば簡単にスコア出ますのでね、ぜひ実際に組んで挑戦してもらえればなと思います。でね、今回聞きたいこととしましては、皆さんこういう動画っていりますかね。もし見てもらって、まあ、別に正直、他のやつあるからいらないよっていうか、それとももし一応まとめとして置いといてくれれば少し分かりやすいかなっていうのか、どちらかをね、答えてもらえればね、ありがたいので、よかったらね、答えてもらえればなと思います。ということで少しでも参考になったら、ぜひチャンネル登録、高評価忘れずによろしくお願いいたします。全部のランキングダンジョン頑張ってるんでね、よろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。